このバーですね。引き続き辻殴りの件で調査をしてみましょう。いや、ボクシングで楽しいなぁ。あ、この店って普通に飲食店として通えるところなんだ。へぇ。ママってなんで和風なんだ。なんだ、着物なんだ。うわ、美味しそう。もうせっかくなんで、ね、なんか食べようかな。先にいただきます。いただきます。ごめんね。なんか見てるわ。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうございました。もうごちそうさまだよ。もう今酔ってる状態なんだけど。あ、どうも、お待たせ。先に食べちゃったけど。よ、待たせたか。待たせたか。いや、久々の日本で孤独を楽しんでいたところさ。うるせえ。ふっ、そうか。とりあえずいろいろと話を聞いてみるか。押し切り賢也、轟会長。まあ、まず賢也のことから聞いてみようかな。うん、賢也はどうして轟ジムに？会長が拾ってきたんだよ。路地裏でチンピラ複数人相手に喧嘩してたらしい。会長、賢也くんが喧嘩する姿を見て、すごい才能の持ち主だって思ったみたいだ。その後は？賢也くんも、すごくやる気があったから、入会した後は会長がマンツーマンで教えてあげてたよ。あの子、すごくセンスが良くてね、あっという間にボクシングの技術を吸収していった。だけど、三木本くんとスパーリングしたあの日、すべてが変わってしまったんだ。高校三冠、日本ランカーの天才くんがボコボコにされちまったんだな。ああ、あんなの見せられたら誰だって自信失っちゃうよ。轟も言ってたな。星切りは天才という言葉さえ生優しい化け物みたいなやつだって。そうだね。ただ、賢也くんは自分を抑えられないみたいだ。試合になると先導マシーンみたいになるからね。あれは、ああいう風に戦うように訓練された結果じゃないかって会長は言ってたよ。誰かが鍛え上げたと。プロフェッサーなんじゃないの？あ、誰がそんなことをしたのかはわからない。でも、会長はそんな賢也くんを救いたいんだと思う。ボクシングの力で。うん。轟会長。会長のことは何回も聞いてるんだけどね。轟は随分とメンバーに対して当たりがきついな。うん、昔からあんな感じなのか？そうなんだよ。怒鳴ったり、なじったりは当たり前。手を挙げることだって日常茶飯事だったよ。特に試合に負けた選手には厳しい。やめちまえとか、根性なしだとか。これはまだいい方なんじゃないの？死ねえとか普通に言うけどね。ああ、よく言ってるな。会長なりの愛情表現なんだろうけど、それで心が折れちゃうメンバーも多いらしいんだよね。俺もよくこっぴどく叱られたっけ。へえ。へえ、あんたも。うん。うん。あれは、日本クルーザー級タイトルに挑戦した時だった。俺、無残に KO 負けしちゃってね。やれやれ。その時、会長にものすごく叱られたんだ。根性なしがやめちまえって感じでね。前回もあんな風にね、言われてたね。ご丁寧に引退届かけって紙まで持ってきてさ。ああ。そりゃひどいな。よくやるんだ、それ。特に期待をかけてる選手が負けちゃうとね。あんたもそれだけ期待されてたってことだな。さあね、とにかく俺は会長のことを尊敬してたけど、さすがにその時は腹が立っちゃってさ。そんなこともあって、ジムを辞めて海外に移ったんだ。半年ほど前のことだよ。そうだったのか。三木本。なあ。三木本について教えてくれるか？あの子は天才だよ。うん。みんな天才って言ってんな。圧倒的な才能を持っていた。俺たちが苦しい練習を重ねてやっと身につけるようなことをあっさりできちゃうようなすごい子でね。練習嫌いで当時から不真面目な子だったんだけど、それでも高校三冠取れちゃうくらいだから大したもんだよ。なるほど。まさにジムの期待の星だったんだな。そうだね、会長は三木本くんなら東洋太平洋のベルトを狙えると思っていたみたいだ。いや、それどころか。会長が取れなかった世界タイトルさえ夢じゃないって考えてたみたいだった。だが、押し切りという化け物が現れ、全てが壊れてしまった。
悲しいね。そうだね。なんでこんなことになっちゃったんだか。実を言うとね、俺三木本くんとは結構仲良くしてたんだ。へえ、先輩としてさ、いろいろとコーチもしてたんだよ。よく一緒にスパーリングもしたしね、ロードワークだって毎日のように一緒に行ったっけ。だからショックだった。ボクシングをやめてチンピラみたいになっちゃって聞いてさ。まあ聞きたいことは以上だ。ありがとうな、佐久間。いろいろと分かったよ。なあなあ、八神さんさ、ん？あ、辻殴り調べてるでしょ。バレたバレちゃった。それはいいんだよ、とことん調べればいい。それでうちのメンバーの疑いが晴れるならね。だから俺に協力できることがあったら言ってくれよ。そっか、助かるよ。あんた向こうにはいつ戻るんだ？しばらくはいるつもりだ。いろいろ心配事が尽きないからね。実は日本に帰ってきたのも三木本くんや健也くんのことが心配だったからってのもあるんだ。あの子たちを見ていた先輩としてさ、何か力になれないかって思ったんだよ。なるほど。そうだったのか。それとこっちにいる間は八神さんのスパーにも付き合うつもりだ。相手ならいつでもするよ。おお、そっか、助かるよ。よし、だいぶ上がったな。じゃあそうですね、引き続き、要はまたね、修行したらいいかな。うん、この話終わるまでちょっと、あー今ターボすげえ酔ってるな。ちょっと言うこと聞かねえ。ちょっとどこ行く、どこ行くターボ。酔ってる状態でボクシングできるかな。ねえ、ちょっとめっちゃフラフラしてるわ。うん、ただいま。今どこまで進んだっけ。ああ、 50%。 じゃあ半分はいったな。次ストーリー進めるには集中力レベル4以上じゃないとダメか。まあでもこれイベントを進める条件満たされていません。まあそうね、ミニゲームは引き続き遊ぶことができます。まあ要は修行してレベル上げたらいいか。そうだ、あーなるほどね、そういうことか。新メンバーすら増えないんだ。まあじゃあちょっと何回かやっていきますわ。よし、集中力レベル4になりました。オッケー、オッケー、これで八神が、え？ダメ？あ、なるほどね。そういうことが。で、この2人を倒してさらに決戦をやってからじゃないとあれだな、話が進まないってわけか。まあやろうぜ。何？ガルシア・サンペ。三山何翔かける。まあいいや、やっていきましょう。強いだろうけど。オッケー、ガルシア・サンペ。あいつ3回立ち上がったな。まあ KO しちゃったけどね。お、これで話が進んだのか。ん？お、来てるね、三木本。あいつは三木本。くそすっからかんだぜ。三木本くん。お、三木本くん、来てたのか。ジムに復帰する気になったのかな。バカ言わないでくださいよ。鬼だけ先輩の借金徴収に来ただけです。会長は君に戻ってきてほしいみたいだけど、君だって会長と話したいことあるんじゃない？はい、あ。もう、どうでもいいんですよ、そんなこと。ほん。なあ。じゃあなんで来たの？なあ、三木本くん。どうかな？久々に俺とスパーでもしないかい？ほら、昔よくやったみたいにさ。
今日は用事は済んだんで邪魔しましたね。まあ強がってるみたいだけど、いいやつそうだけどね。内心、八神さん、俺やっぱさ、三木本くんの本心を聞くまでは向こうに戻れないわ。あの子のことを放っておくわけにはいかなそうだし。そっか。まあでも辻殴りは三木本で間違いないとは思うけどね。絶対剣也じゃないと思う。八神が何しに来やがった。いや、スパーだよ。スパーに決まってる。じゃあ次はこの人だね。やろうぜ。ビーヤマーかける。倒したね。オッケー。だいぶレベルアップ。おい、ヤガミ、貴様、ボクシングは楽しいか。いや、楽しいよ。めちゃくちゃ楽しい。楽しい？それはまあ。そっか、ならいい。なんだ、どうかしたのか。いや、あいつ、ケンヤも貴様みてえにボクシングを楽しめりゃいいんだが。やっぱケンヤのこと心配してんな。押し切りは楽しんでないのか。そうだな、あいつは、なんつうか、生きるためにやってる。どういうことだ。いや、無駄に喋りすぎた。忘れろ。いや、もうそろそろ喋ろうよ。そうか。今日、おじきりは？あいつならバイトだ。バイトもやってんの？え？スマイルバーガー。あ、わかった。なんか、あったね、あそこ。スマイルバーガーのワゴン。あそこで働いてるらしい。マジで？それは意外だな。あの押し切りがスマイルバーガーでバイト？なんか想像できないな。後で見に行ってみるか。いや、もう見に行こう。で、ドローンレースやってるところの、ここだね。買い物したことあるわ。あそこでバイトしてんのか。見に行こう。うん。ここだね。ん？あれが剣矢か？押し切りは。お。似合わねえや。あれ？前俺買い物に来た時に女性だったんだけどね。お、いた。なんだこの微妙な雰囲気。おっきに。おい、押し切り。スマイルはどうした？スマイルは。はあ、すんません。ダメだぜ、そんなんじゃよ。うちのバーガーの100円はスマイル代なんだからさ。そうなの？そりゃ知らないよ。スマイル代100円もすんの？そうそう、つまり笑顔がないってことは客に損させてるってこと。それじゃあ俺は休憩行ってくるんで。先輩、よし、俺も一つ買っていってやるか。笑顔ください。スマイルください。スマイルバーガー一つ。お前、押し切り。よう、ここでバイトしてたんだな。ジムの会費払うため、しゃあなし。おお、いいやつだね、本当にね。親は出してくれないのか。いや、母さんは、高い楽器出してくれとる。ボクシングは俺が好きでやっとるから。そっか、偉いな。ほら、スマイルバーガー一つや。笑顔ないぞ、笑顔。後輩顔してるぞ。おお、サンキュー。なあ、待てや。ん？うん？これ、100円玉？あれ、お釣り取り忘れた？ちゃうね。スマイルダイヤ。笑えねえのか。は？スマイルバーガーには100円のスマイルダイヤが入っとるぞや。俺はスマイルは苦手や。せやから返す。あいやー、それ都市伝説だと思うぞ。せやけど先輩がからかわれたんだよ、お前。そうなのか。面白いな。お、電話来た。絶対甘沢じゃんや。甘沢から。お、
つい先ほど辻殴りの被害者がまた出たそうです。被害者は女性の暴行疑惑のある不良でした。あ、じゃあもう完全に賢也のことじゃないじゃん。ここでバイトしてるから。ほんの数分前のことです。なんだって？辻殴りが出た時間、押し切りはバイトをしていた。俺が見てたんだ。完璧なアリバイのはず。なあ、俺はバイトに戻るで。戻るも何もここに立ってんじゃん。一応天沢にも報告しておくか。バイトに戻る。あれ、ほらやっぱり変わってるでしょ。いつもはこの女性なんだけど。あれ、ケンヤはどこに行った？バイトに戻るっつって。え、天沢ちゃんに報告っていうのは部室に行ったらいいか。一旦ちょっとジムに戻ってみるか。おーはーはー。いきなり怖いんだけど。ヤガミスパーリングだ。え、いきなり、うん、スパー誰と誰。普通だけどね、こいつだ、脇田。今度新日本の新人王の準決勝を控えていってな。え、ジムのホープじゃねえのか。俺でいいのかよ。脇田が槍合う相手は貴様と先方がよく似てんだ。いい練習になる。よろしく頼むぜ、八神さん。やってり、やってり。これまでの練習を思い出せ。貴様の全てをぶつけてこい。はい。なんか口斜めになってない？じゃあやるか。あ、これね、脇田構造。ちょ待って、スキルは大丈夫か。お、新しいやつ。EX ブースト中の攻撃速度上昇する。いいね、いいね。うん、どんどんやっていこう。じゃあ行くぜ。本気で行くぜ。ちょっと野生型で、うん、なんか強そうに見えないけどね。でも意外とこういうのスウェイとかめちゃくちゃ上手くてさ、速度が速いんだよね。剣闘ゾンビ。おお、うん、おお、お、力もちゃんとあるね。おお、ガード上手いじゃん、ガード上手いじゃん。でも一回崩したら、うん、よいしょよいしょ。どこ見てる。おい構造、んかけてきなさい。こういよ、何見てんね。おーおーおー、すごいじゃん。おお、お前コーナー好きか、コーナー。えい、いや、ちょっとパワーためよう。これゲージなくなったらなんかね、攻撃なんかね、速度が落ちるみたいですね。よいしょよいしょ。うん、ほい、ん？なんかずっとガードしてんだけどな。大丈夫かな。うん、まあ多分3回立つだろうね。ラウンド2まで行くかもしれない。すげえ回復するじゃん。うん、さすが、そうこうなくちゃつまんねえぞ。おお、ん？ん？よいしょ！くらえ！くらえ！しょ！行くぜ！しょ！くらえ！これ今スキル習得したからね、速度は上がってるはず。おい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 、おい脇田さん、大丈夫？あ、でも時間もすぐ切れるな。ちょっとせっかくここまでやったのに。くそ、体力回復しやがった。
なんだ、やるな。ファイター対策はバッチリってところだな。その調子で勝ってこい。わかった。負けらんねえな。やってやれよ。よいしょ。おいしょ。コーナー好きか？コーナー好きか？おー、すげえガードしてるなこいつ。ためよ。よいしょ。よいしょ。来いよ。来いよ。よいしょ。なんかこの人どうなんだろう。耐久力はあるね、やっぱりね。簡単に倒れないというか、来いよ。いた。いい加減しろ。よいしょ。よっしゃ、結構時間使ったな。大丈夫。ちょっと回復量が落ちたね。多分立つと思う。おお、さすが。さすが。どこまでやるこいつ。おい、じゃあ行かせてもらおうよ。EX ブースト。おい、大丈夫？脇田さん。よいしょ。お疲れ。さすがにこれは立てないでしょ。もう。こっちは今回ノーダメージだな。6、7、えい、お、やっぱりね。すごいな、でも強い強い。うわし。どう？何負けてんの貴様。ほらほら、また始まった。すんません、八神さん強くて。根性なしが、これ根性なしが。弱音入ってるんじゃねえ。ああ、出た出た。そんなことで新人を取れると思ってんのか。あ、相変わらずだな。俺がどれほど貴様の練習に付き合ってやった。それを負けた挙句に泣き言だと。死ねえ。ほら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 、会長、そのくらいにしといてあげましょうよ。そのね、抜刀したら脇田君のやる気泣いちゃいますよ。だと、だとこの野郎、部外者が口出すんじゃねえ。脇田、休んだらロボドラ、シャワー浴びて目覚ましてこい。はい。厳しいな。おお、度胸はレベル4になった。さらなるユースドラムの進行が可能になります。なんだろう、天沢ちゃんから絶対メール来るわ。え、じゃあなんだ、引き続き、ほう、もう一回だけやったらいいか。お、この人ね。へえ。まあせっかくなんでやっとくか。外国人も多いねこのジム。 KO。 まあ外国人じゃないみたいですね、名前を見ると。たかしっていう。でもなぜ外国人みたいな顔してる。ごっつすぎる。あれ違うのか。あ、ドアの外ね、アイコンがついてる。ん？ん？お、あれ？ちょっと待ってよ。天沢ちゃん、やめろ。あの子って何やってんだよ、もうだから。なあ、しかも夜サングラスやめろ。なあ、あ、八神さん、お待ちしておりました。
実は先ほどまで町に調査に出かけていたのです。いやいや、危ないから家に帰って。そこでちょっと興味深い証拠をつかみまして、早速お見せしようと伺わせていただいた次第です。証拠って?実は。例の地下格闘大会、玄武会の頃です。はいはい。お、何か分かったのか?ええ。いくつか新事実が。とりあえず話を聞いてみよう。いや、なんでここで?じゃあ玄武会。八神さん。もうごっついな。この写真をご覧ください。よく撮れたな。玄武会の会場外の様子です。なんだって?なんだって?会場を見つけたのか。ええ。はい。SNS などの情報をもとに、それで会話内容を盗み聞きしていたんですが、この二人の男性は、主催者側の人間のようです。待てよ。ん?この男、こいつ、あれ?ああ!元京浜同盟のホンダってやつだ。確か喧嘩大好きな戦闘機の元京浜同盟ということは、ということはつまり玄武会に新京浜同盟が関わっていたということでしょうか。ああ、おそらくな。となると玄武会もプロフェッサー絡みである可能性が高い。なんだか繋がってきましたね。繋がってきた。押切くんが玄武会で大活躍していったなら、プロフェッサーの目に留まった可能性が高い。あるいは、それをきっかけに辻殴りになったのかも。いや、それは違う。いや。甘沢、それはまだ憶測に過ぎない。それはそうですね。証拠入手。八神さん。それともう一つ、玄武会についての情報があります。実は。その大会では、賭博が行われてるという噂があるんです。ほう、賭博。ゲーム外で賭博が?確かなのか?ええ。ネット上にベットができる違法サイトがあるそうです。ベット。大会主催者側はそのサイトとは無関係を主張しているようです。何者かが勝手にサイトを作ってかけさせてるだけだと。なるほど。なるほど。考えたな。賭博罪対策だろう。ところで、八神さん。星切くんが彼にペットをしたお客をかなり儲けさせたらしいですよ。無名の新人ゆえ、星切くんにかける人は少なかったそうですが、連戦連勝、優勝まで果たしたそうですから。しかも相手は元格闘技のチャンピオンや名の知れたゴロつきばっかりだそうです。なるほど。そりゃ、星切にかけるやつも少ないだろうな。にしても優勝か。星切すげえな。そして八神さん、こっから重要な情報です。辻殴りの被害者に共通点があったそうです。うん。お、辻殴り被害者の共通点。なんだ。辻殴りの被害者の共通点か。確か裏サイトで復讐代行を請け負ってるって噂もあったらしいが、それはただの都市伝説に過ぎなかったようです。裏サイトでされた復讐代行依頼はほぼ実現されていません。そうなのか?じゃあ共通点って?実はですね、辻殴りの被害者はそのほとんどが玄武会で押し切り君に負けた選手だったんです。あー、絶対あれだよ。絶対三木本負けた選手、押し切りと接点はあったってことになるが、なんか腑に落ちないな。仮に押し切りが辻殴りだったとして、一度倒した相手にもう一度勝負を挑む理由はわからない。ええ、強くなることにこだわりのある押し切り君が自分より弱い相手に挑戦するのは不可解ですね。ですが、ただ例外がありまして、10名の被害者のうち2人だけは地下格闘技大会と無関係なんです。ほう。一つは先日辻殴りが初めて蹴り技を使った事件です。ほうほうほう。そして2つ目は先日八神さんが押し切り君とスマイルバーガーで話していた時に起きた事件です。なるほど。なるほど。2人の例外にそもそも腑に落ちない動機。すっきりしないな。はい。はい。もう少しで何かつかめそうなんですが。ところで甘さは。ん?おはは。ホンダの隣に映ってる男性は誰だ?ごめんなさい。すみません。そこまで調べられていません。そっか。この男、堅気に見えないな。何者だ?もしかしてジムの次の挑戦者だったり
って可能性もなくはないですよね。うん。まあやっぱり続きはこのジムの中かな。お、なんかやってる。おお、佐久間めちゃくちゃやられてるわ。先輩、どうしたんですか。立ってくださいよ。俺より強いんでしょ。東洋太平洋ランキング入りしたんですよね。めっちゃ舐められてるな。終わりだ、終わり。おい、何やってんだ。スパーリングだ、三木本。あの野郎、この前よりさらに上手くなってやがる。どういうことだ。あの佐久間がボコボコに、ひでえことしやがって。うん。会長、前にあんた、俺が押し切りとスパーした後に言いましたよね。お前なんか根性なしのヘナチョコだって。佐久間さんはあんたが手塩にかけて育てた一番弟子っすよね。一番弟子なの。俺が見てください。情けねえ。ジムにろくに顔出さねえ俺なんかにボコボコにやられちまって。訂正してくださいよ。俺が根性なしのヘナチョコじゃないって。佐久間倒したくらいで図に乗るんじゃねえ。だったらあんたんとこのジムの連中、片っ端からスパーで叩きのめしてやるよ。やるか俺と。片っ端からだ。バカ言ってんじゃねえぞ、鬼才が。貴様は剣屋にボコボコにやられただろうが。会長、そこだけは勘弁してあげた方がいいかも。俺だってこの数ヶ月ぼーっとしてたわけじゃねえんだ。実践だ。実践で鍛えてきたんです。命がけの実践だね。やっぱりお前だな。もう決定だよ。実践？ジムの外で。八神、次貴様が相手してやる。出た。俺が。ああ、こいつに身の程をわきまえさせてやる。喧嘩で鍛えた技術なんざ、ボクシングの前には無力だ。喧嘩で鍛えた技術ね。八神って言ったな。会長がああ言ってんだ。やるよ。だったらさ、ストリートでやるよ。望むところだ。佐久間にひでえまでしやがって、一発ぶん殴らねえと隙が済まねえな。まあでもこいつは間違いなく強いだろうね。まあそうですね、今日はこの辺で終わりにしますが。うん。どこまで進んだのかな。だいぶ進んでるかな。 62% か。うん、半分は行きましたね。よし、まあ、次はいよいよ三木本とスパーしますね。準備しておきます。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。